群馬県館林市にある茂林寺公園は、県指定天然記念物の茂林寺沼や低地湿原や曹洞宗寺院の茂林寺、蛍の里、茂林寺川や隣接する野鳥の森ガーデンなどがあります。この日は風が木々を揺らす音や夕日がとっても綺麗でした。茂林寺は日本中で語り継がれている文福茶釜で知られる場所です。多くの野鳥や湿原動植物の貴重な生息地で四季折々楽しめます。タヌキのオブジェが多々あります。文福茶釜のおとぎ話は次回のビデオで詳しくしようと思っています。のんびりとした散歩道で自然の中から音楽が聞こえてきそうです。綺麗に整備された公園も美しいですが、この公園のようにありのままの姿も力強くて美しいです。次回は茂林寺を参拝します。文福茶釜の昔話もします。さようなら。